まああのこの間の質問募集で10連発やってくださいっていうのがあったのでやりましたはいでね今日何をしていくかというとそのこの間募集した質問にお答えしていこうかと思いますはいで結構ねあのいっぱい数いただいて種類もちょっとあったのでいろんな質問の種類が <laughs> まあ3つくらいにねジャンル分けしてジャンルごとにお答えしていきたいと思います はいまずね、えー、とそのジャンル1つ目は、えー、と大学系の大学に関わることとか勉強系とか例えば受験勉強いつから始めましたかとかで2つ目2つ目は、えー、プライベートな話ですねプライベートな <laughs> 例えば彼女いますかとかねはいで3つ目はもちろんまあファッション系のというかそういう感じの質問 というジャンル分けでジャンルごとに答えていきたいと思います。で今回なんですけど今回は、えー、とその勉強とか大学系の質問に答えていきたいと思います。まあえっ、ー、と質問はね、えー、大体、えー、と読むと,、えー、と受験勉強はいつから始めましたかと,、えー、と国立大学はどこか受けましたかと1日どのくらい勉強しましたか、えー、中大に進学した理由 と,えー、と、今何を学んでますかあとはおすすめの勉強法はと,、えー、と大学生活は何をしたら楽しめますかという感じですね質問ははいああと一つあもうまず一つ目ちょっと今言わせましたけどミスター、Mr. 中大見たことありますかっていう質問があって <laughs> まあありますねあの一回だけありやーす <laughs> ということで、まあ、一回見たことあります。捨て上げさんの姿は。あの、駅に向かって歩いていく姿を見ましたね。確か、帽子かぶって、マスクしてたと思います。はい。はい、次ね、次。えー、受験勉強はいつから始めましたかということで、まあ、高3ですね、高3。あのね、高3になるまでね、実際ね、 センター試験が何なのかとかをどういう形式なのかとかも全然よく分かんなくて拝点とかねっっっっててやっと知ったって感じですねでえっ、ー、とまあなんか大学もそれまで全然知らなくてこう調べていくうちにあのまあ科目とかあるじゃないですか試験科目がこれとこれが必要だとかいうので僕はねあのもう高1の夏くらいからもう数学があの 爆死してたんですよ <laughs> 0点とかまあ、13点とか30点以下当たり前みたいな。で追試再追試とかもうそういうの当たり前の世界な人間だったんで <coughs> もうねあの数学今からやっても多分無理だし多分どっちにしろできないなと思ってもうその時点で数学が必要ない大学必要なくても行ける大学にしようと思って。 で,でも、ね、あの一応自称進学校にいてなんか進学校ってこう国公立の排斥人ん排出人数みたいのになんかめっちゃこだわってるんですよねなんで国公立行け国公立行けみたいな感じで先生からめっちゃ言われててでみんな洗脳されててでもうある時あのコース分けがあったんですよ自分の大学にあったコース例えば国公立の文系コースとか理系コースとか私立の文系コースとかで。 みんな洗脳されてるからみんな国公立コースに行くんですよ。で僕だけしかあの僕多分僕くらいしかあの私立文系に絞ってる人がいなくてみんな洗脳されすぎててでそのせいでね私立文系コースの人が少なすぎるってことでね解説されなくてそのコースが。で僕はねあの高校3年にもなってね受験に必要ない数学とか理科の授業とか受けなきゃいけなくて。 なっててしししまいまいたたね、まあ、内職してたんですけどでそういうなんか風潮の中でやっぱり国公立が正義だみたいなとこがあってで僕はもう花からもう絞ろうって結構早めの段階で決めてたんで科目を絞ろうってでもそういうやつってちょっと負けみたいな感じで見られるというか私立行くとちょっとみたいなやっぱ国公立が正義みたいな感じのがあるんでやっぱ早めから絞ったならある程度の。 みんなが知ってるような大学に行かないとなんかメンツが立たないなっていうのもあってそれであとこう大学のなんかランキングとかを調べててまあさすがに慶応は無理だなと思って慶応は受けなくてで早稲田と受けたのが早稲田を一応第一志望に目指しててで併願で滑り止めであの明治 の法学部、法制の法学部中央大学の法学部と首都大学東京の法学系ってとこですねを受けましたでそうあの首都大学東京って国公立なんですけどあの私立文系科目のめっちゃ少ない科目でいけるのでおすすめですと <laughs> はいっていうことであのまあそれで受けたんですけど、まあ、結果ね早稲田落ちてで残りの4つは受かったんですけど まあ、その中でね、やっぱどこ行くかっていうのでねまあやっぱりその中央法って計慶のちょっと下ランクみたいなこの G マンあ間違えたあのマーチの中じゃ上の方みたいな感じのイメージがあるというかまあそういうネームバリューがあるんで行きましたとまあ理由としてはまあ自称進学校の雰囲気の中でもう プライドを持てるところに、プライドを持てるというか周りから見ても、まあそこ行ったならまあ絞,った絞ってもまあ結果出してるよねみたいな見られるところにしようと思って中大法学部に行きました、はい、でまあその時ね、まあ、そう学部とかは特に気にしなくて法学部ってやっぱり文系の王道学部 だと思ったんで、まあ、そこに行っとけばなんとかなるなと思ったのと、まあ、やりたいことが見つかった後付けでやればいいなと思ったんで中央大学学の法学部にしましたと、はい、また、あ。中大に進学した理由はそんな感じでそう中大で今何学んでるのっていうのがあったんですけど今はねもう何も学んでないですねあの大学1年の時は弁護士目指してちょっと勉強してた時期ありましたけどなんか法学部入ったしまあ なんかやること、何やっていいかわかんないからとりあえず勉強しようと思ってやったんですけど途中でね俺やりたくないしな別に弁護士に別になりたくもないからなと思って気づいてやめましたねでそっからはもうテスト勉強というかテスト前にちょっと勉強して単位を取るための勉強みたいな感じでやってますずっと <laughs> はいそんな感じ次えー 1>, 1日どのくらい勉強しましたかってことなんですけど1日ねん平日だったらまあ授業あるんで56時間とかですかね多分6時間まあできて7時間とかうんで休日はえっ、ー、と、まあ、1 2 3時間くらいですかねマックスできて14時間とかだったと思いますで僕その時はあの東進ハイスクールっていう塾に行ってて 朝10時から夜10時までやってて休日は朝起きて家で2時間くらいとかやってその悪時間に合わせて行って夜まで残るっていう感じでしたねはい次おすすめの勉強法はってことなんですけど一応ね私立文系だったんでえー、と国語英語世界史の話しかできないんですけどえー、と国語っていうかねあの、古文単語と英単語はもうひたすら書いてましたねひたすら書くしかないと思ってました でこうドンキとかで売ってる50本いくらみたいなボールペンがあってそれを買ってきてもう書きまくって1日この1本のインクを終わらせることをノルマとして自分に課して書き書きしてましたねはいでえー、と古文幹部はもうなんか音読とかも読み慣れるしかないと思いますはい、まあ、でも国語苦手だったんであんまり得意じゃなかったね現代文と小説はねちょっとあんまり何も言えないですね で、えー、と英語に関してはん文法はもう問題を解きまくるって感じですね。それでその形とか使われ方を覚えていくって感じでしたかね。で、えー、と英語の文法以外の長文とか、えー、リスニングとか、えー、と音読でしたね。音読をして早く読んだりとかする練習というか音読をし続けるとなんか自然に早く読めるように なると思うんでまあそれをやってましたねであと英単語帳何使ってましたかっていうのがあったんですけど速速読英単語っっっててややつつだったと思います速ってやつますあそれはあの高校でなんか全員に配られたんでまあそれを使ってました。はい次世界史はえっと世界史は問題を解きまくってでわからないところがあったらその流れとかを確認してまあもう一回書いてみたりとかで。 わかんないことがあったらすぐ調べるとかで。あとは横の繋がりですね。横の同じ時期に違う国で何が起こってたかっていうのを関連付けて覚えるみたいな感じでやってたと思います。はい。次えー、次は最後ですね。最後あ最後じゃないわ。えっ、ー、と中央大学のことどう思っていますか？いいところと悪いところ、いいところは特にないですね。普通って感じ。普通。 悪いところは、えー、とまず立地,立地がねもうあの都心から離れて田舎すぎるよね田舎すぎるしえっ、ー、となんかね坂の上なんですよね坂の上にあってもうって感じなのとあと最寄り駅というか近くを通ってるのがモノレールしかないんですよなんで交通費高いしなんか交通の便悪いしみたいな。 感じですね悪いところといえばあとキャンパスが広すぎてちょっと歩くの疲れるとかまあ、そんな感じですねはい次が最後ですね次が最後えーまあ、今ねあの入学シーズンでもしかしたら見てる方もいるかもしれないんで、まあ、それ傾けというかで、えー、と大学生活は何をしたら楽しめますかということなんですけど、まあ、これはね僕が思うに僕個人としては 友達をいっぱいいい作ることだとだ思いますいろんな友達いろんなコミュニティに属して帰属した方がいいと思いますまあその手段としてはまあサークルにいっぱい行くとかいろんなサークルに行ってまあいろんな友達を作ることが一番いいと思いますまあなんか財産というかあの特にこのその大学のこの学部で学びたいことがあるんだ っていうのがない人にとっては、もう友達が多分大学で得られる一番大きなものだと思いますので、まあ参考にしてみてくださいという感じですね。まあ以上ですね。はい。まあ勉強編はここら辺で。ほな、また。